スタート。役職をお選びください。選択しない場合、男性ボイ余ス。っている役違職うのが、顔。ランダ顔ムじゃなくて、であなとたの18役回ガ職チャは、引けば、騎士聖杯が取でれるす。からね。どっちかを夜取るがぜ。更けました。ボイスも気分転人換で狼ね。に気女性をつばっけかりてだくと飽ださきい。るからね。つうか、俺村ないのかよ。村の時になってわけわかんない占い師がね、もうね、煽り運転並みのね、難癖つけてくんだね。要はスピード違反とか煽り運転してる人に、それおかしいですよって言ったら、何よって言ってカットになってね、煽り運転とかね、されるような感じだね。スピード違反してる人に、おかしいですよって言ったらね、煽り運転食らったみたいなもんだよね。夜が本当に平和村の占い師、マジで正気なのかなと思ったわ。昨夜は誰も自分の発言を正しいと思ってたら、それは間違っているよ。のプレイヤーが発言のプレイヤーやたら多いんだけど。はい、占いで6番白でした。はい。まあ、騎士は出た方がいいんじゃないですかね。はい。まあ、どんな盤面だろうが。まあ、占いロラ以外は、あと霊ロラ以外か、ロラ以外の時は騎士出た方がいいんじゃないですかね。はい。あと、全員に触れることができない人は、なんか、最低でも前、一人前の人ぐらいの考察ぐらいは、してほしいかなと思います。はい。まあ、得意不得意あると思うんで、はい。うん。あとでなんで死んだらその位置出てきたとか言うねん。俺は生きてることしかメリットがないと思ってるから、むしろ潜伏にするメリットを全く今まで感じたことがないから。はい。以上。6番のプレイヤーが発言します。え、はい。そうですね。5番が6白把握です。占い師として死んだったら、まあ、率直に頼りない発言だなと思ってますけど、まあそれだけは決めないようにしたいですけどね。ただ、召集から出てきてくれたってことで、みんなが、考察を落とせますからね。はい、あの、5番が6白に出てる状況が。だからまあ、俺は少なくとも、そっち派ですね。印象いい派ですね。召集に全部出てきてほしいと思ってる派なんで。まあ、そんぐらいですかね。思考開示しますと、まあ召集はね、人のは余裕あるから、思い切って思う、どこが人狼だと思うとか、外れてもいいから疑ってほしいかなと思ってますかね。はい。要は、釣り位置を上げろってことっすね。それに関して、あの、色を落として、まあ、議論引っ張っていけるようになればいいんじゃないですかって思ってます。だから、まあ、余裕を持ってね、それで釣られても、まあ、自分が、まあ、素村だったら、人のは余裕あるからって、リラックスしてやればいいんじゃないかな、ぐらいですかね。以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい。7番です。元気です。村人陣営です。6番さんに関してはなんか5番さんがちょっと頼りないなと思って言ったけど、どこが頼りないのかなって思ったかな。はい。で、5番さんに関しては、僕も潜伏とかはあんま潜伏して出てこないのあんま好きじゃないから、そこに対しては5番さんね、すぐパッてね、出てきてくれたことはすごく印象いいなと思ったよ。はい。で、6番さんっていうのは潜伏が嫌いって、そういうのを言ってる人物であるならば、必ず、霊能っていうのがいるわけなんだから、霊能者さんに関して必ず一周目で出てきてくださいね、ぐらいの発言までは僕は欲しかったなと思ってます。はい。5番さんに関しては、まあ、特にね、気になる要素っていうか、まあ、2戦目で送れる要素はなかったんで、まあ、5番さんは完全に2周目位置かなと思ってます。はい。5番さんね、死んだらね、そのね、トップバッターって位置なのでね、頑張ってほしいなと思ってるよ。8番。のプレイヤーが発言します。まあそもそも論なんだけど、5番は2周目位置かどうかすら現状はわからないと思うんですよね。7番さんに一つ言うならば。だって5番の対抗が出てくるかわかんないんだから。っていう上げ足取りをしときますね。まあでも単純に気になったな。普通に気になったわ。なんか7番で5番の対抗が出てくる前提の話をずっとしてたと思っているから。一周目で出てくるのは僕も好きですよ。その方が精査しやすいからと思っているので、そこに関しては6番さんと7番さんと一緒ですが、5番は2周目位置っていう精査が、そもそも僕はあまり納得がいってないですね。7番さんに関しては。6番さんに関してはどうでしょうか？まだわからないですかね。まあ、真なら頼りないなっていうのも、なんとなくはわかる
けど、あまり5番さん申し訳ない、初感の印象では発言が伸びるタイプではあまりなさそうだなと思ったので、はい、以上。9番のプレイヤーが発言します。おはようございます、村人陣営です。はい、根本6が、まあ、結構雑な精査で申し訳ないんだけど、6は多分囲われてないと思うから、6って、ごめんなさい、俺の聞き間違いだったら申し訳ないけど、5のシーンを結構上げる発言をしてると思っており、それって、シーンが出てきた場合、あ、6が関われてシーンが出てきた場合、占い地に入ることだから、あんま狼っぽくはないかなと思ってて、8と7の突っかかりっていうのは違和感あるかな。7番が5番目、なんか、これは俺と組み止め違いかもしれないけど、7が5に対して発言2周目地っていうのは、盤面整ってから精査しますっていう意味だと勝手に思ってて、それ自体は俺別におかしいこと発言。人外でも言えることだけど、7はおかしいことを言ってないと思ってて、2周目1の発言イコール対抗が出てくる前提っていうのいうふうな受け取り方をした8番にちょっと違和感を覚えてるかな。はい、別に7はそういった意味で言ってないような気が俺はしたから。でも、あ、ちなみに5番に言っておくと、死んだったら相当頑張って、出方運は俺気にしないけど、発言はあんまり。1番のプレイヤーが発言します。まあ5番しか出てないから5番死んでいいんじゃないですか。とりあえずわからないですよ、7、8、9は。5番頼りないなと思うのは普通だろうし。まあ何か、8番、まあ9番、8番をね、黒く見ている。まあ好意的に取れば色をつけようとしたとも取れるけど。まあ9番と8番なら、8番の方がなんか雑談りしてるようには確かに見えるっちゃ見えるけどね。でも分からないですよ。グレー精査聞いてからです。789は。はい。6のつけれないです。明らかに黒いとかしろ。村を残しておかみついたいです。SG の村人を残して悪路を釣りたいですね。もう炙り出しとか、スラとか、もう柱とか、白くもないのにアーマーするとか、太鼓を出ても出ないとか、2日目、3日目潜伏とかやめましょう。2番。のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まず率直に5番の出方は私はあんま好きじゃないですね。6番に白が出てた場合、6番が楽だった場合だね、めちゃくちゃ弱い盤面ですので、出方に対してはめちゃくちゃいらないっていうので、で5番っていうのは、ローラー占い師が複数に出るっていうふうな発言した、だからって新強ローどれかっていうふうな精査できない。そうだね、まあいいや、その話は。だから、村目線は一生懸命占い師の精査してくださいっていうのと、7、8、9、1について触れます。今、9番の言ってるハットが結構まっとうかなと思うけど、だったら、オートと9番が種類かって言ったらそうじゃない。なぜなら9番は5、6で囲われてないっていうか、その視点がどうしてって思ったかな。8番ってのは確かに7番について繋がるっていうかね。仮に5番が死んだった場合、8番で、もしかして占い師で出ないローなのかなって思っちゃってるかな。1番以上。3番のプレイヤーが発言します。皆さん6番さんって占い師だと思いませんでした？俺だけなのかな。多分というか、自分が思った率直な気持ちを言うと、5番が標準で、何でもスイッチできるように、多分初中から霊能釣り切りますって2枚出てくることを、なんか予言でもしてるかのごとく言ってたところがおかしいなと思ったのと、6番の真の、例えばですけどね、6番が占い師だった場合っていうのは、6はそれで出なかったんじゃないかって、人外2枚出させて潜伏かましたのかなって思ったんですよ。そこに対して8番さんって何にも思わなくて6を叩いてるっていうのがちょっと違和感というかおかしいなとは思いましたけどね。俺占い師なんかなと思っちゃったような。あ、ちなみに俺霊能です。はい、僕がスイッチっていうか、それはするんだったら多分霊能だなと思ってます。はい、以上。4番のプレイヤーが発言します。はい、4番です。3番さんが霊能ね、平和村なんですかね。僕6番さんが別に占い師にすらすると、占い師に潜伏してるとは思ってないですけどね。で、現状平和なんで、僕、つながりがあるかなっていうふうに思ってるのは、78と92かな。正直、現状1だけ弾けてますかね。8番さんが、だから7番さんのその雑殴り、なんだろ
7番っていうのはだから対抗が出る前提の話をしてるって、で現状対抗が出なかったんで、そうすると 8番さんの目線で7番白くなりますよね。でそれを発言しておくことによって村にそういうふうに見せたいのかなっていうふうに思ったのと、9番さんがだから 6番さんのローメイは低いっていうふうに言ってるのは、グレーに2ローいるって9番さん知ってんじゃないですかって、平和村の現状では僕は思ってますかね。で2番さんがつながってるのは、2番さんって占い師さん頑張ってくださいっていう発言してるんで、占い師が1人だった場合の考察をしてないですよね。5番のプレイヤーが発言します。マジで対抗出てくると思って、マジ平和じゃないけど、霊能2人か、あ、騎士対抗はいないですかね。まあどうしよう。まあ4は狼じゃだったら出るかなと思ったんで、うん、まあ霊能オーロラでいい。そうやね、だってあと7、8、9で、うん、むしろ7、8、9で白出したらほぼ、まあ、4もいるけど、うん、グレーがいいの？じゃあ1番が決めて、騎士決めてよ。俺どっちでもいいと思ってんやけど、たまにこういう場面あって、いや、グレーから行くべき、なんか霊能で色見れるから偽わかると言うけど、いや、俺それで、ね、あまりメリット感じたことないから、どっちでもいいやんけど、マジで。まあ、霊能から行くんやったら2番からやけど、それだけ。霊能から行くんやったら2番やけど、グレーやったら正直、4番以外やったらどこでもいいかな。はい。6番。のプレイヤーが発言します。はい、霊能どっちも死んないけど釣り切りますね。3番っていうのは5が霊能でスラスルと思ったんでしょ、新たな霊能で、まあその発言おかしい。2番は2周目に出る意味がないっすね、普通に。うん、あと占いのその2周になるっていう予測は何だったんですか。なんか変な考察してるなと思ってました、2番さんには。まあわかんないです、3が圧倒的に出現じみたこと言ってるから、2番が締め締めて出てきたね、人外かもしれないから釣り切りでいいと思ってますかね。グレー釣りはお勧めしないですよ、一番さん。もしあのグレー釣りとか言うんだったら、例えば霊能がパンダの結果になった時とか沼るから、普通に釣り切りでいいと思ってますよ。グレーっすかね。5番に関しては一番、いやこれね、2ローいるとしたらグレーに、4番のライン交差はちょっと不自然なんですよねって思ったのは不思議かな。なんつったかちょっとあんまりなあれなんだけど、なんだあの位置で二路構成の何に交差してるのかなってちょっと思ったっすかね。まあ平丸だからっていうふうに言ってくるんでしょうかね。あと3番にもう一つ言ってるけど、3番って相当把握漏れしてるしからね。8番に対して7に殴り入れて俺には入れてないし、7番さんって5に新書を上げてるのに、俺は例の1締めに出すまで行っていいんじゃないのっていう、なんか殴りは変だなと思ったし、発言に気になるのは。はい、だからちょっと分かりづらいですね、グレーは。から霊能釣り切りおすすめです。はい、7番のプレイヤーが発言します。はい、元気です。まあ自分目線のグレーっていうのは894なんだけど、僕は8番さんか4番さん行きたいなと思ってます、グレーだったらね。8番さんって僕がそのね、まあ、一応9番さんでちゃんと指摘してくれたけど、あの雑じゃね、うん、普通に盤面揃ってからの話になるでしょ。で、あと、そもそも8番さん、その言い方だったら、2勝になるって言うってことは、じゃあ、7番が狼の視点で考察してたってことだよ、それ。7番が狼だからこそ、5番が真とか、この後、あの、どっから出てくるって分かってるっていう発言だから、8番っていうのは俺をいきなり狼で追ってるってことよね。雑すぎるでしょ。で、4番さんも4番さんで、2級のつながりか7、8って。確かに8番っていうのは俺すごい臭い人物だよ。だけどそれで7、8ってどういうこと？うん。なんで7、8になるのって思って。で、2級のつながりって何？なんかライン考察が雑だなと思ったから。はい。だから俺はグレーだったら8か4を行きたい。で、2、3だったら、
3番さんが、これ6番さん占いあんのかなって、ね、5番さんはなんか例のにスライドする準備をしていたとか言ってるけど、で、2番さんから釣りたくて2、3だったよね。2番さんっていうのは、例えばグレーで狼が誰も出てこないから2番さんがしょうがなく潜伏して、あ、潜伏じゃない、2周目出たっていうのがあるんだよね。だから2番さんって強人かなって俺思うんだよ。うん。だって狼でわざわざ2周目出る必要性がないと思うから。はい。まあ、例のだったら2番さん。8番のプレイヤーが発言します。まあ、例のとしての2番の発言を聞いてないから分かんないけど、俺は今んとこは3番から投票すると言っておきますね。6番の言っていた通り、俺は6番のことを殴ってないですよ。で、7番のことを殴ってました。で、あと、6番から占いが出てくるどうのこうのっていうふうに思ってたとしてもさ、別に3番視点で、5番が人外、6番神以外にさ、別に6番が強人で出てくるかもしれないみたいな。発言もっていう状況もあるかもしれないから、だから6番殴ってる俺が違和感っていう精査がすごい違和感なんですけどね。いや7番普通に黒いと思うけどな、7か4のどっちかが人狼かなと思ってるけど、てか2、3が神狼で7か4のどっちかが人狼かなと思ってるけど、7番はさ、明確にもう一回言いたいんだけど、5番については2周目精査だと思いますって言ってたと思うんですよ。2周目の精査でさ、5番が真本物であるかどうかの精査をしたいってことだと思いません？だから俺は普通に出てくるのが分かってた人物だと思っちゃったけどね、1周目に関しては。で4番に言うと、俺視点でこの盤面になったら7番は白くなりませんよ。別に俺が発言をしたことによって7番の相方である2番か3番どちらかが霊媒に逃げたって可能性も別にあるから、だからそのライン考察はあまり成り立ってないと個人的には思いましたね。まあ3番から投票します。9番のプレイヤーが発言します。はい、2周目発言しますね。8番さん、僕初2週はあなた叩いてるんだけど、8番さんって俺の精査どうしたの？ 7 番黒いって言うんだったら、例えば占いが、あれのが新教授だったら7級ロードとかあるけど、一応ね、8番さんに言っておくと。で、5番さんは、7には色つけないで、7番って8番から行きたい、グレーから行きたいって言ってるから、占いが、あれのが新老軸だったら、教授に違うから、だから7は占わない。はい、そこは他は好きなところ占えてもよくない？はい、5番の4、白弾きは俺目線では違和感しかないけど。で、6番が霊能通できるって言ったから、俺目線6番の強靭味が消えたんで、まあいい、良かったかなと思っています。はい、あ、ごめんなさい、2、3通できりますね。はい、2周目の発言聞いて、偽だと思う子に入れるけど、根本通できるから霊能の精査はしないから。やっぱ8番にごめん、違和感あるけど、これは俺の6かなと思ってるんだけど、ね、7の単体の白さは拾えてないけど、8の、今日俺に全く触れずに、7叩きと4叩きっていうのにも違和感があるし、4番視点の、7、8、9、2、あのね、2、9は別につなげてもいいかな。2番で初心俺のこと印象いい。でも 100% 白くないって言ってる曖昧な発言をしているから、2、9でつなげるのはいいけど、俺7、8ロードには見えないんだよね、ライン線で。だから4番の視点立って1周目の発言聞いて、7、8のラインがあるってどういう精査してるのかなと思ったから、俺4全然白くないんですわ。だから相対的に7が、白要素自体はないんだけど、なんかね、8、4が俺目線で黒濃度が高いから、7がそこまで狼に見えないっていうのが俺の中の結論。で、まあ、例のは申し訳ない。ローが出たらば、問題がないと思っていて、釣り切ります。すいません、本当に。はい、で、俺目線では、7、8にいて1匹だと思ってるから、どちらしろ4って狼式に入ってくる。1番のプレイヤーが発言します。うん。2番、3番行きましょう。例の。うん。うん。ということで、今日は2番行きましょう。うん。紛らわしいコードを取るんだったら、2番行きましょう。うん。意味がないんで。はい。何の意味があったんでしょうか。まあ、兄さんが、霊能で居座ったとしても、5番の勘が正しかったよ。うん。さっきひどい占い師に会ったよ、平和村で。自意識過剰で。22番目で騎士が出ろなんて、ふざけた発言してる、人外みたいな発言してる占い師に、どこして騎したら俺釣られたよ。今みたいな1、2番目だったんだよ。で、グレーの俺以外のやつが俺釣るんだから。つまり、霊能に行かなきゃいけない盤面だったの。たまたま新教だったけど、その時は。わかるよね。グレーから行って霊能に行かないっていう奴らが多い場合に霊能に行かない村なんてマジで弱い。まあ、勝ったからよかったけど。
それに比べれば5番は素晴らしいよ。あの盤面で迷わずに霊能に行けた。霊能に行けるってことは3日目を迎えられる。それは村下に立ってるよ。素晴らしいよ。1、2場面でセオリー守れない奴はもう論外だから。3、1でグレー。2、2でグレー。え？ 2、1場面で片白。舐めてんの女神にしろって思うよね、2のプレイヤー。ゴキブリだらけでさ。その中で5番は正しかったよ。うん。1、2番目は霊能から行かねばならない。絶対に。3日目を迎えるために。うん。今日はまあ2番に責任取ってもらいましょう。以上です。2番のプレイヤーが発言します。めちゃめちゃがっかりだね。この村ね、めちゃくちゃがっかりだ。なぜ霊能から行かないでグレーから行くっていう風な進行誰もないの？発想が。まずそういう風になって次の日霊能決め打ちっていう風になるでしょ。そうした場合、これね、テラ村盤面ですと。あ、じゃあ、もしかしたら、霊能神か、占い神、どっちか分かんないっても、ブラフか、か普通だったら、まあ、占い師、霊神だと思うけど、で、3番が噛まれちゃうことが結構、かわいそうでしょ？かわいそうってか、占い師さん不利でしょ？まあ、おそらく、まあ、いいや。言ってること分かんないから、まあ、いいや。まあ、普通だったら1番噛まると思うんだけどね。で、そうした場合、逆にその、まあ、いいや。俺は、まあ、とりあえず、次の日まで生き残って、で、その次の次にすらして、で、霊能を生き残させるって選択肢を取ろうと思ったの。なぜなら、強靭も立派な戦力って判断されて、俺はおそらく噛まれない。そして3番も噛まないっていうふうな選択肢を取りましたって話。で、初週の発言、8番が5番が進学するからもいけない、しないって言った人物で、まあおそらく、潜伏決め込む平和村盤面を作ってるのかなと思ってるので、今日は、まあ、そうね、8-4と言いたいかな。9番は2周目も強かったかなと思うんだよ。まあまあまあ。6番の強靭名がないことをちゃんと言ってたから。うん。で、まあ、霊媒進路の話もしてたから。うん、そうね。そうね。うん、8、9には見えないし、8、7にも見えない。うん。あったとしたら8、4かなと思って。でも、9番、7番、ローの世界もあるかな。連携して通用してるっていうようなこと。うん。だから、8、9の欄でいいと思うよ。3番。のプレイヤーが発言します。いや確かに2番さんがやってることっていうのは村に迷惑かけてるのか2番さん目線ではいいことをしてるかもしれないが、ただみんなからするとそれはなんていうの、あなたのオナニープレイというかそういう感じにな取られても仕方ないんですが、ただ真の霊能の俺から言わせるとありがたかったかなとは思いたいんだよね。で、しかもなおかつ俺は8番の色が絶対に見たいし、はい。で、6番のことを強靭かなって思ってたけど、2番が居座ったから、6は強靭外して、村で、うん。3番の気持ちはわかるが、こんなプレイはいらないから、このゲームに。なんだよな、俺。これで村を分かってくれ。分かんないから。うん。だから2番釣る。5番さん、こういうプレイを排除するんだよ。組んでかな。こういうのでは気持ちは俺は組まない。5番さん4番占ってもらっていいですかね。俺が8番で見るプレイをすること自体がありえないと思っている。組まない。じゃあ1番さんは、気持ちを組むからダメなんだ。8でローが釣れたと思ったら、俺のことを守っていただいて。1、2番目でグレーから行けばいいから。守んなくて結構で。例の出ましたなんて。お話にならないよ。セオリーを守れない。そのセオリーは俺は守る気ないってことなんだろ。うん、はい、そうじゃないと占い師悪いこといっぱいしますってことなんだろ、人狼ゲームで例えれば。だから2番がやっただから納得できないから2番ずり、うん、で俺たち2人が感情は入れずに2番ずり点を踏まえるとテオリーを度外視したプレイしますってことなんだろ。 1,2 番目だったら霊能釣りだよ。の色が絶対に見たい。こんな風に出たら霊能釣りに決まってんだろ。3番の気持ちはわかるが俺は2番に行く。教育だよ。すごいですね。3番さんの目線ではだから2はもう白で映ってるんですね。するよ。絶対2番釣り。村ですか。村であっても許さない。ああ。1、2番目は。甘いなっていうふうに思ってましたね。2、1、2番目で騎士で出るんでしょ。俺は騎士釣りだから。全然2から。こういうプレイヤーは許さないから。思ってますけど現状。1、2番目は霊能釣りだよ。それが間違ってるって言ってる時点でまず口答えしてる時点でありえないよ。で6番さん。1、2番目が霊能からと分かっていたらこんなプレイはしないんだよ。賢い人間は。自分が正しいと思って村を混乱に導いてんだから、2番釣りだよ。で、7番さんが教育だ、ジムサスは。たとえ負けても2番釣る。何があっても2番釣る。2釣りしか俺は飲まないから。7番っていうのは5番の対抗が出てくる前提で話してるよねって。それで8番さんで7番を黒く見たんでしょ。
けど結果平和村だったわけでしょ。そしたら7番とおのずと白くならないですか。だから8番さんの目線で白くならないでしょっていうふうに言ってること自体が間違ってると思ってる。8番さんの目線って絶対に7が白くなるでしょ。だって7は平和村だって想定して話してないんですから。7番がローだった場合平和村だって想定して話せません。これだから2番にも同じこと言えるんですよ。2番が占い精査をしましょうねっていうふうに言っていた場合って、2番の相方は出ないっていうふうに言ってるのと一緒なんで、2番がけど自分で言ってる分には別に僕は白くなるとは思ってないんですけど、人がそれをかぶせることによって黒くなるなっていうふうに思ってるんで、正直だから7、8ローだと思ってますけどね。けど現状2番のやってることがわけわからないんで、絶対的にやっちゃいけないでしょ、平和村で。霊能守れます、それで。騎士は5守りしかないと思ってるんで。全プレイヤー。何言ってんだよ。4番が人外でも正しいよ。2番がしてるプレイは正しいと思ってるのか。1、2番面で。1、2番面で。負け筋がある。PP 負けの、2日目の PP 負けの可能性がある。グレーズリーを進める。占い師や騎士は論外だよ。投票こんなプレーってありえないプレーなんだよ。セオリーを守っている人間は、正しい人間はこんなプレーをしないんだよ。1、2番目は霊能ずりだからだ。自己中にも程がある。これでいい、はい。俺の色を見て絶望してください。4番、まあ、いいとこと悪いとこがありましたと。4番が勝ち負けじゃねえんだよ、2番は。つぶんすんだよ、こんなプレーは。セオリーを理解していないってことなんだ、2番がしたこの行動は。まともなプレイヤーがグレーから行くわけないだろう。8番目線、7番が、占い師に平等を負けている人物、そして、平和村盤面になる可能性も、確かにあるけど、2に相触れてるセオリーが守れないプレイヤーと、正しいプレイヤーはセオリー通りやるよ。だって勝てるんだから、それでも精査したら、何やる意味があるの、村でこれを。意味ねえんだって、余計なプレーはいらねえんだって思う。発言ただ白くなればいい、よかっただけだろ。霊能なんて守んなくてもいい、騎士か霊能が変われんだから。4級とかあるんじゃないかなって話だね。はい。その前に投票、4、8、4、5番、6番。一番何やってんねん、何やってんねん。いやだからするんだよ、何やってるのはあなたなんですよ。 1,2 番目は霊能ずりしかありえないんです、平和村は。特に狼が出てる可能性があって、霊能らしない村なんてマジで弱いよ。グレーから言ってるなんかありえないよ。決め打ちをするってことですか。できませんよ、よほどのレベルじゃなきゃ決め打ちができないんです、霊能は。難しいんです、精査が。つまり、1、2番面は霊能から行くんです、平和村の番面は。行かない方がどうかしてます。さっきのどうしようもない占い師みたいなもんです。いきなりグレーから行く。何考えてんだろうって思います、僕は。守る価値ないです、そんな占い師。平和村だから渋々守りますけど。5番は正しかったんだよ。1、2番面で霊能から行こう。そのグレーから行くメリットを感じない。メリットあるわけないだろう。精査がつかないんだよ。霊能って難しいんでしょ、皆さんにして。で、平和村で狼出てる可能性が高い。もう。昨夜は1名の方が亡くなりました。あ、はい、はい、はい。頑張ってましたよ。チロでもいい。2番を釣るのは規定路線だから。こういうプレーは許すわけにはいかないからだよ。白です。いいんだよ、3番。2番は白の可能性があった。でも。伏せるということは、ローを見つけてますね、あなた。ね。じゃあ、そのまま伏せておいてください。ね。いいっすよ。これから別に6番さんの狂人が外れねえかな。だけど、2番の狂人もあるのか、すらしたから。2白でしたね。だからグレーから今回は行って、なんて言ったらいいんだろうな。分かってもらえなかったのかな。結局俺なんて、色、釣れた人間を、釣れた人を色を見る役目なんですよ。だから、白を釣っても意味がないと思ったから、4、8って、俺は8の色が見たいって言ってるわけであって。はい、ただでも5番さんが生きているんで、2日目、俺が沼るから俺、あれか、残されるのか。うん。
俺8、4だと思ってんだよな。違うんだよ。うん。3番が好きなとこ行けばいいんだよ。黒つって、明日釣ればいいんだよ。3日目まで生きるでしょ、あなた。8番さんみたいに7番さんのことを。いいじゃん、8番が気に入るなったら。叩けないし、俺は。逆に言うと、7番さんの村感情拾ってるしな。俺は2番に関してはね。9番さんだって真っ白だし。1、2番面のセオリーというのは霊能なんです。言うなら6番さんの狼が出てるか平和になれば、狼が出てる可能性があるんです。4番。そして霊能精査というのは難しい。だからこそ霊能なんです。そこに行けない占い師なんてもう真じゃないです。心のメンタルは。正しい占い師は霊能から行きます。絶対に精査がつかないんです。もう僕8人しか入れないですよ、今日。だからもう1、2番面でね、この2番のようなプレーを許してはいけない。例えば村でも、リア教と同意ですよ。5番さん、僕城でも終わりです。霊から行く信仰があるはずがないんですね。正しい信仰で。霊能精査は難しい。決め打ちつくことがかなり難しい。で縄使う場所が決まって平和村は狼が出る可能性がある。だから霊能から行くのがセオリーです。本当に黒見つけてで、2番のようなプレーは何を考えてるんだろう、この人はっていうプレーなんで。それは釣ります。はい。この人に猶予を与えたら、生きさせてしまったら、このプレーをしてしまうからです。問答無用で心を置きなく、心を入れずに釣る。自分の発言のそうすれば、このプレーをしないんです。に出しても一緒じゃないですか。はい、迷惑プレーは垂らさなきゃいけない。教育なんでね。だから3番さんは永遠に6番さんの。ていうか5番も出せよ。俺だったら自爆するぞ、もうとっくの昔に。2の色結果が白だった、2の色結果が黒だった場合って2級かなとかって思う発想はあるんですけど、けど2番の色が白だった瞬間にもう7、8、これね、タイマンプレーなんだよね、実際。俺みたいな狼だったら速攻自爆するで。1番だけ弾いてたんで。速攻自爆、こう自爆で負けた痛い目にあったことがないんだよ。5番さ白5番もまあある意味自爆して、5番を反省させるのも一つの手かなとは思うけど。僕の考察は全く無意味だったんだよね。っていうふうに思いますけど。478キロ長の、まあ、一つの結果は出るんでしょ。まあね、まあ黒見つけたんやけど、言うとね、開示させられそうやから、まあ例のいいんじゃない合ってると思うよ。4黒でした。はい。開示させ。人狼が。身分の開示を選択しました。だから2番な、わかるか。4番に人外に利用されるんだよ、こういうスラするプレイヤーは。わかったか。だからやってはいけないんだよ。 1,2 番面というのは霊能から行くんだよ。行かないでグレーから行くやつなんかやばいに決まってんだろ。そんな占い師なんかもう怒るレベルだわ。嵐と同意だわ。狼が出てる可能性があり、霊能の真偽ってのは難しいんだよ。だから霊能から行くんだよ。3日目を迎えるためにも。だから2番のようなプレイはやってはならないんだよ。結局人外につけ込まれたんだから。まあ、だから俺は教育のために2番を釣った。終わんなかったら分かったか。うん。はい、以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい。お願いします。元気です。7番の小読みです。え、6番さん、それだけなんだ。それだけでいいんだ。とりあえず8番さん落としますね。終わんなかったら7、救世主ですね。って、それだけなんだ。ああ。5番さんが、4番が開示で、5番さんが噛まれたか。申し訳ないんだけど、あ、一応言うかな。多分3番さんがお願いします、5番さん。2番さんの色、あ、2番さんじゃない、8番さんの色、見たいんですよねって言って、俺さ、言ったよね。俺が8番に行った理由っていうのは、俺言ったよね、2周目ね。2番さんっていうのは、例えばグレーで狼が2人いて、誰も出てこないから、仕方がくれた狂人。だから俺は、2番さんっていうのはあって強靭かなと俺思ったから8番さん言った。一応言ってくね。うん、8番さんから言ってるよね。9番さんもね、9番さんもだって8番さん言ってるんだよね。やっぱ自分と同じ視点なのはやっぱ9番さんなんだよね。でも俺ってやっぱ8番さん、それから俺84、そう、84で、それやっぱ8番、84は気になってた人物だから、もう俺もどうしても8番さんになっちゃうんだけどね。はい。だって8番さんさ、無理よ。だって、いきなりさ、あれでさ、もう一回言うと8番さんって俺が狼だと思っているってことよ。だって。
なんかいくらも対抗が出るみたいなの分かってみたら明らかにおかしい。8番のプレイヤーが発言します。めちゃくちゃ7番が狼に見えてるんですけどね。ただ、4番が黒結果だったことから、当然9番の狼も追わなきゃいけないんですよ。僕があの発言をして、7番が対抗が出る前提の話をしてっていうふうに話をしていて、俺が7番を殴って、4番が対抗、ああ、でもそうなのか、でも対抗に出た場合の方が、7番が怪しまれる可能性があったから、やっぱでも7、4なのかなと思いますけどね。あの一応4、8狼の否定をしておきますね。3番さんが聞いてくれるかどうかは別ですが。4番、8番狼でさ、俺が7番に対して、あの、2周目にもうで、あの、占いが対抗に出るのが分かっていたような精査をしてますよね、7番さんと言って初週叩いてるんですよ。で、あるならばさ、4番がもし狼で連携が取れているっていうのであれば、むしろ4番は占いに出るべきですよ。だってじゃないと俺が釣られかねないから。俺のその叩きが不当だって、俺別に不当だと思ってないけどね。だって実際その精査をしていたと思っている、していた人間だと思っているから、7番って。で、だから別に俺は不当だと思ってないですけど、で、あるならば、4番って完全に俺のことを釣り殺しに行く動きをしているけど、っていうのが分からないですかね。まあ9番の話も聞いて現状分かんないけど、あのね、9番に関しては俺が叩かれたけど9番みたいな受け取り方をする人間もいるかなと思ったから1日目の2週目は触れませんでした。はい、以上。9番のプレイヤーが発言します。いや、まあ根本的な話をすると、2番さんが人外だった場合って居座ったら3まで持っていけるんですよね。そういった意味で3番さんが初日グレーからついたいという思考が分かるし、俺はそれに乗っただけ。あ、投票8番にします。ごめんなさいね。結論から言うと、2番さんという釣り薄い。4番さん、3番さんという霊能が8に対して、なんだっけ、議論誘導をかけた瞬間に、4番さんという狼が2番さんに釣り誘導をかけたんであれば、俺目線4、8のロールは濃厚なんですよ。あくまでも俺の視点ね。で、6番さん目線の、6番さんが霊能から釣り切るっていう、精査を伸ばしたから、俺目線で6番の狂人が消えたから結構ラッキーで話が終わってるんですね、俺の完結編では。じゃあ2番さんが狂人だったら 100% 居座るでしょ。ローでも居座るでしょ。だって3まで持っていけるんだから。そう考えたときに2番さんって結構白の可能性が高いんじゃないかなという意味で、俺は8番の発言がどうしても拭いきれなかったんで、8に投票しました。そして今日も8番に投票します。理由は2に投票しているからです。すいません。4番という狼がエンド位置で2番に誘導したのは、狼を守るためだと思ってて、7番でおそらく票が集まらない位置だと思っており、48ローローだったことから、48ローローだったから4番が必死こいて2番に誘導したと裏勝手に思っちゃってるんですよ。かな。というのが俺の中でのせいさ。7の狼の可能性もゼロではないけど、申し訳ないけど、8のが黒い。はい。っていうのは、6の教授も来てるので結構いい。俺目線では助かる場面かなと思ってる。はい。以上です。3番のプレイヤーが発言します。6の強靭置きは9番さん目線助かると、それ誰に向けて今言ったんだろう。俺に向けて言ったのかな。もし俺がこれ外したら1番さんの説教を1時間ぐらいを俺は怒られます。はい、8いきます。初週から俺に縄一本くれって言った4番も2に行ってることから、あなたの4番さんの相方っていうのは8しか見てなかったんですよ。これは思考いくら柔らかくしても俺にはそれが解けないというか、どれだけ柔らかくしても9番さんじゃないと思ってるし、逆を言えば7番さんが人狼だった場合ってうまいなって俺思っちゃうな。俺新感情拾っちゃったって俺言ってるし、で、9番村弾きしちゃってるし。で、ワンチャンあるなら、6が強靭で諦めてくれて、俺の思考6が取れないんだから8で行って終わりましょうって言ってるように取れるしかないんだが、8で綺麗に終わってもらいたいけど終わんなかった場合は、1番さんの説教を1時間ぐらい俺は、はい、受けるつもりですので、8番さんに言います。以上です。
投票が終了しました。追放されるプレイヤーは8番の遺言を発表してください。追放されました。遺言を発表してください。いやだからね、いやに今の発言は俺9番も結構臭いなと思ったけどな。6番の狂人否定ってできないと思っているし、初日に2番に投票しているから俺が黒くなるってロジックがわからないんですよ。2番が狂人だった場合って初日に釣られなくて、あってかまあ2番が人狼でも狼だった場合でも、あのスライドしたから村なんじゃないかって精査を落とされて釣り縄から回避できる場合もあるから、2番に投票していない人間の方が俺はむしろ人外だと思っちゃうんですけどね。で、どの道2番が村だろうが、5番の占い結果で白が飛んだ場合って6番狂人以外は勝ち筋になるんだから、2番の狂人目も完全に否定できないのであれば、俺は2番から詰めるべきだったと思いますけど、思っているから今の9番の発言も単体でおかしいと思ってるしね。4番狼軸で引っ張ってきた時にね、7番ってかなり弱い人物だと思ってるんですね。4番7番狼って俺は1周目の段階からずっと黒いと思ってるんですよ、7番さんのことだと思っているからね。4番狼軸の相方精査をした時に俺は9番の方が適当な人物だと思いましたね。4番がもし狼だった場合、4番7番狼だった場合、4番が占い師に出ないっていう選択肢はなかなか取れないかなと思ったので、だからなぜか村から白く置かれている9番っていう位置が逃げ切り位置かなと現状は思いました。なので9番投票ですね。まあぶっちゃけわかんないです。2番あの6強なんで多分負けだと思いますよ。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。6番のプレイヤーが発言します。はい、まあ6番投票で、はい、いいですよ。まあどうしようかな、当てたいな最後に。9番がご主人だと思ってますね俺は。9番の精査で、3番が6番の狂人乗ってるところを、まあ、俺狂人なんだけど、結果3番が全部当たってるんですけど、8番のローグ以外は。なんとなく、そうですね、その3番はいいとこまで行ってたんだけどね。惜しかったですね。まあ、あここから票を変えるのは無理なんで、まあ確かに人狼寄りの発言がポロッと出ちゃったかなって思ってますけど。はい。以上ですかね。7番のプレイヤーが発言します。はい、元気です。いや、マジか、これさ、マジか、これ、9番さんさ、2週目さ、なんか、6番さんがね、霊能精査をするって言ったから、狂人目がなくなったって言うけど、それ逆じゃねえと思ってさ、6番さんが霊能精査をしないからこそ、6番さんが狂人ってのが分かってる、なおかつ2、3にどっちかローがいるっていうのが分かってるから、精査取り消しってことでしょ。だから逆じゃねえと思って、いや、マジか、と思ったな。はい、取れます。9番。のプレイヤーが発言します。発言します。6番俺が狼だと思ってるの、じゃあ7に投票して。俺が狼だと思ってるでしょあなた、じゃあ7番に投票して、はい、いや47上手かったと思うよ。っていうか俺8の発言に違和感しか見えないからマジで。8の7の時は申し訳ないけど、じゃあ不当だよ。かつ2番さんが人外だったらいたはず、2番さんが人外だったら居座った方が強いから、普通に考えたら。だから俺は3の発言に乗ったんだよ。八王として初の色番見たいって言ったの。ああ、で、俺、先言ったけど、4級の否定なんだけど、4番って俺に全く触れてこなかったけど、俺は4番の手術が全く分かりますって言い続けた人間だから。5番が4、白8来した盤面でも、普通に考えたら5番に俺を占わせた盤面で4番生き残した方が強いから。はい。何やかなしくて、じゃあ、ああ、じゃあ、いや、じゃあ、超新聞よ。4、7ローローだった場合って、俺は7番を占うなんて叫び続けた人間だから。ああ、じゃあ、4級ローローだったら。その盤面下で4級ローローで7を占い力外せって言ったら、仲間に飛ぶ可能性があるからね、6番。さっき言っとくけど。はい。で、6番俺が狼だと思うんでしょ。じゃあ7番に投票して。はい。申し訳ないけど、俺昨日8落とし1択だと思ったけど、さすがに。8の種類が全く拾えなかったもん。で、俺ね、2番さんが根本で、ね、強靭では 100% ないと思ったの。あ、
で、6番の狂人否定は簡単です。ずっと霊能を釣り切りたいと言い続けた人間だから。狂人だったら少なくともグレーに誘導して、6番が狂人だと知らせると思っていたからね。はい。その盤面下において、じゃあ、俺、狼が、2グレーがグレーに潜伏した場合っていうのは、少なくとも身内切ると思ってるんですよ。口先だけでも。表だけは2番に入れて、口先だけは狼だと思うっていう、それが4、8ローローの構図に見えたんですよ、俺の席は。だって4番って7、8ローローだと思ってるっていうのは2投票でしょ。はい。で、8番も7が黒いって言うのは2投票でしょ。だから違和感がある。9番のプレイヤーが発言します。まあ言うことないかな。6が強人だったら根本的に結論投票せずに、はい、今日髪が起こって俺が噛まれて終わりだから、ね、はい、いいかな。もう一回言うよ。俺は2番がスライドした盤面で2番の強人っていうのを切ったの。2番が強人だったらそのまま出ずっぱって2、3ロールのローラーに持っていけばいいと思ったから。で、6番の強、俺の中での強人必要さは2、3を釣り切ると、開口1番、あなたが一番最初に言ったからです。この盤面下によって俺は4、8ローローに見えてました。なんでかっていうと、4番って7、8ローローで8番釣りたいって言うけど、投票は2番だし、8番も7番が初週黒いと言ってるのに2番投票だから、俺見せたら4、8ローローの身内切り構図で、1人が占い入ったとしても、もう1人が逃げ切る構図だと俺は思ってました。だから昨日は8番に行きました。はい、これが構図。結論恥ずって村だったから、それは、俺が黒くなるのは、気持ちは分かるけど、これが俺の中の思考でした。っていうか、7の言ってることっていうかね、4、8が俺目線黒すぎて7が相対的に白くなっただけだから。まあ、これはミスったの俺が悪いと思って。7番のプレイヤーが発言します。はい、やります。6番さん村だったら、9番さん言ってね。9番さんってさ、そもそもだけど、さっき言ったかあれってさ、逆でしょ。だって、兄さんが、もし6番が狂人だったら、兄さんが狼って分かってるからこそ、6番は、狂人、なんだっけか、霊能釣り切りやめるって言ったんでしょ。逆じゃね？ 6 番が狂人だからこそ、兄さん釣り切りはしないって言ったんでしょ。逆だよね、その9番さん、完全にさ。うん。これ6番さんが狂人だったらそこ噛まれておしまいか。はい、まあ6番さんは村なら9番さん言ってくださいとしか言いようがないかな。はい、キンパ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。言っといて。まあ、しゃあない。俺の精査は合ってた。4、8は怪しかったで合ってたから、まあいいや。でもごめん、説得できなくて、6番。いやね、そう、最後9番さん村だと、ってか、俺本当に7番が黒だと思ってたから、9番さんに最後黒塗りして、なんとかなんねえかなと思ったんですけど。あ、教授は見えた。何？教授は50%見えたの？マジで47だと思ってて、俺47って精査落としたけど、マジで47だと思ってたよ。てか、5が俺白言ってくれた、俺白なってくれたら結構助かったんだよな。黒引かれちゃ俺は俺死んだら困るんだよ。47ロロ8狂人っすか。そうです。すいませんでした。ひろちゃん、俺のことを怒ってください。すいません。なんで3番って2番という村を守ってるからいいんじゃない。いいんじゃない。うん、合ってんじゃない。3番って8番つって大丈夫ですか。いやでも6のことをずっと狂人って言ってたからあれかなと思って。すいません。6の狂人やっぱないよ。100%9番の言う通り。ゲームの勝ったの負けだろ。
これちょっとボーっとしてたけど、イケボ中学生はいいかもしれないが、負けたの？負けたからな、なんねえでんの？